先生、ちょっとお時間いただけますか？大運動会ということで、今日は準備体操をしていきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8。どうですか？体がポカポカしてきませんか？こういった簡単な運動でも行うと、筋肉がほぐれたり血行が良くなったりするので、案外侮れないんです。先生も運動不足を感じるようなら、こういった運動を取り入れることをお勧めします。いつまでも健康でいるために気をつけましょうね、先生。ブルーアーカイブ、今週も頑張りますよ。